皆さん、ナマステ。日本語の EPG のパーティシャラです。今日のモジュールの題は双葉手締めと浮き雲です。これはペーパー7の明治時代の文学に属しています。まず目的から参りますが、このモジュールを勉強して双葉手締めという明治時代の小説記号について理解を得ることです。特に浮雲は原文日と写実主義実践していた小説としてよく知られています。前回勉強した津淵書陽が小説神髄に掲げた文学論の実践してくれた良い例として高く評価されています。ですから、このモジュールの目的として、坪内が説いた文学論をよりよく理解することです。背景、文壇で芸術小説がモデルとして、小説の生態が論じられた明治20年代に、中心的な理論家として登場したのが、ご存知のように坪内書陽です。小説とは何かを写実的な側面から論じている作品小説神髄は、当時多くの知識人に小説を書いてみようと促す役割を果たしたのです。すなわち双葉手締めもその一人です。この波に乗って1886年に小説総論を発表した。さらに坪内書陽の指導を受けながら、その理論を手本に浮雲を書き始め、1887年にその第一章を完成させて発表しました。これは小説神髄の写実理論の実践例として、坪内書陽作の統制小生かたぎよりはるかに優れていると文壇上評価されてきました。1888年に浮雲の第2章と第3章が発表されました。浮雲は日本で原文日を実現した最初の小説として大人気を博しました。しかし双葉手締めはそれ以降、つまり3章以降、浮雲に手を加えることはなく、小説は未完のまま残されています。作家の紹介。双葉手締めは東京外語学校老語学科でロシア語を学び、ロシア文学の和訳を志した作家です。文明開化や和魂要塞などを掲げ、明治時代に文学上の改革を図った作家のほとんどが西洋の風俗習慣の知識を外国語学校で学びながら取得していました。双葉手も明治維新後、名古屋で漢学、フランス語などを勉強しながら
松江で総合学を学んだ人物です。そして15歳の時上京し、陸軍士官学校を受験したが、体格不良のため入学できませんでした。東京外語学校老後学科に入ります。ロシア語の学習は双葉亭氏名を文学に目を向けさせる重要なきっかけとなります。つまり彼は学習教材を通じてロシア文学を読む機会を得たと言えます。特にゴゴリ、ツルゲーネーブなど19世紀のロシアの有名な文学者のリアリスト的な小説を読み、そのいくつかを翻訳しました。すなわち双葉亭氏名もその翻訳に手を加えた一人で、1885年双葉亭氏名と坪地逍遙の出会いが近代日本文学の最初のこの小説を生み出すきっかけになったという画期的な出来事です。その時坪地逍遙の小説神髄はすでに発表され、二人が出会ったことは日本文学の上、近世から近代といった過渡期の橋渡しの到来と言える肝心な時期です。そしてこの出会いが近代芸術小説を生み出すきっかけとなっています。リアリズムと現物日、すでに述べたように、坪地が書いた統制小生かたぎが小説論の実践版として下作を乗り越えることができませんでした。ところが双葉亭氏名の浮き雲の会話体のため、話し言葉と文学の言葉が接近、言葉が接近して西洋の伝統に重視されていた小説の必然的な条件が満たされたと言えます。ちなみに江戸時代に会話文が多い下作品にこの原文日の稽古がすでに存在していましたが、認識はされていませんでしたと言えます。坪地逍遙は具体例を挙げながらこの点を指摘しています。つまり当時の江戸時代の原文日は作家自身ですらようやく認識できるほどのレベルであり、西洋の文学論や文学観が理解できるまでには至りませんでした。この中で双葉亭氏名のこの試み、つまり口語体を使うことは坪地逍遙に相談してその指導を受けながら実践できたということを双葉亭氏名が自分で認めています。坪地逍遙によると、坪地に相談したとき坪地逍遙が次のように申し上げました。君は延長の落語をしていいよ。あの延長の落語通りに書いてみたら何どうか。さらに坪地先生が申し上げたのは、敬語のない方がいい。正語、熟語すべて取らない。このように
須渕昭陽のアドバイスを受けながら二葉亭が描いた浮雲は、昭陽の模写論と原文に地帯をよりよく実践化したモデルとみなされています。さらにまたロシア文学の先進的な文学論に影響され、独自の進んだ写実主義や模写方法を説いた二葉亭の作品小説総論が1886年に完成しました。彼は文学の捉え方を以下のように挙げています。この文学の捉え方を二つに分けることができます。一つは知識としての学問、そしてもう一つは監督して味わう文学という二通りの捉え方です。二葉亭指名はこれについて次のように述べています。偶然の中において自然を選択し、症状の中において一致を選択するは、人間の性質の需要として、人間にはなくてはかなわぬものなり。選択といえど仕方に療養あり。一は知識をもって理解する、学問上の選択ということ。もう一つは感情をもって監督する、美術上の選択これなり。知識は数と感情の変形、俗にいわゆる知識感情とは、古参のそれ一口に模写というといえども、兄容易のことならんやと述べています。続けて申し上げているのは、Quote, 小説を編むも同じことなり、浮世の形を写すさえ容易なことでは、泣き者をましてや、その意をや浮世の形のみを写して、その意を写さざる者は下手の策なり。写して言い形を全備する者は上手の策なり。言い形を全部して生かされたるごとき者は名人の策なり。けだしいの生むとその発達の功節とお察し、これを論理に考え、これを事実に調子もって小説の値段を定むるは、これ批評家の等に力むべきところたり。アンコート。このように二葉亭指名は文学総論で知識として学問と、監督して味わう文学との違いを述べます。次は、続けて二葉亭指名の浮雲の概要を申し上げます。浮雲の主人公、文蔵という若い人です。静岡出身です。文蔵は父親の死後、東京に住んでいた祖母のお政の家に住みながら勉強を終えて公務員になります。文蔵は
四面木で学歴ある新時代の代表的な人です。祖母の娘お清は勉強がつき、英会話教室通っている。遊芸が上手であり、卒業後私塾に入るが、わがままな生活が好き。そんなお清に英会話を教わる文蔵ですが、そのうちに次第にお清のことが好きになるようになってきました。文蔵はお清も自分のことが好きと思い込んでしまったんですね。祖母のおまさが文蔵と娘のお清を一緒にさせようと真剣に考え始めていた時、文蔵は突然仕事をクビになってしまいます。しかし文蔵の同僚の本田は能力はあるが、おまさの娘お清のお世辞も上司にも上手に言うので、免職の対象にはなりませんでした。文蔵が失業した後、祖母おまさの態度を強いて言えば、お清の態度も少しずつ変わっていきます。本田がそんなおまさの機嫌の取り、また頻繁にお清にも会って優しくしたり褒めたりします。本田と親しくなっているうち、文蔵に対する彼女たちの態度が冷たくなってきます。お母さんのおまさも文蔵に出て行けと言いたいほど嫌がっています。急にお清が本田に側縁になり、文蔵の方に近寄るようになります。その本心は文蔵にもおまさにも分かりませんでした。しかしこれを見て文蔵は次のように思っています。こう、どうしてこう様子が変わったのか、その疑っているにいとまなく、ただなんとなく心うれしくなってにっこりした。いろいろ考え込んで、ついには総じて今頃のことはみんな文蔵自分の疑心から出た暗記であり、実際はさして心配するほどのものではなかったかなと思い込んでいます。続けて考えています。お清が今にも帰ってきたら、今一度うの試して聞かれたら、この通り、もし聞かれない時には、その時こそ残前祖母の家を去ろうと、ついにこう決心しています。アンコート。このように小説が未完のままで終わり、後になってからも作家の双葉亭は声に結末をつけようとしませんでした。